We're E-Radio 77.0 Lakeside FM station. Come on! High quality, high aspiration, high anxiety, and high voltage program. Radio Max.さあ、それではお待たせしました。ジュリアナシガーテのメールを引き続き紹介していきます。はい、こちらアッパーナオミさんから、皆さんこんにちは。先月の1月24日に生でファミレスの お笑い見ましたと、うん、めっちゃ楽しかったですと。また東尾美来てください。みずきちゃんも東尾美来てください。戦後さんも来てくださいと。はい、ありがとうございます。さあ続いてこちら、しもさん大好きポンママさんから。はい、しもさんこんばんは。缶詰8ライブお疲れ様でした。生しもさん見てめっちゃ男前でドキドキ、舞台に出てきた時嬉しくて涙出ました。しもさんに握手してもらいパワーもらったからかな、無事に介護の資格試験合格。ああ昨日、ああ就職先も決まりました。果てんな俺最後果てんなよ今こんだけ気持ちが溢れ出てんねん。怒られんのお前そんなんで、ね、そんなんで帰ってきたはんちゃうからな。いや帰ってこれぐらいの気持ちで帰ってはるって。いやいやもう勝手なことしたあかんって、うん、お前はほんまに。でそれをな、うん、聞かされてる、うん、俺の気持ちを考えたら俺行くでもう、うん、行って行って。ラジオネームエイヒさん、明日は息子りょうちんの12歳の誕生日です。将来の夢は科学者になって新しい細胞を発見して困ってる人を救いたいとのこと。マックスメンバーの皆さんの12歳の頃の夢は何でした？内容が追ってないね読み方と内容が全然追ってない。違うの？いや内容全然違うよ。そんな内容じゃないやん。息子の話やないやん息子の夢の話やん。はい、こちらキヨピーさんからです。頼むわ水木。ファミリーレストラン、うん、これは聞かせてくれ頑張ってこれはちょっと頑張れそうや。もうちょっと長文のやつやってくれもうちょっとお前短いのにしましたお前何言ってんねん。今お前リスナーが一番喜んでる時間やろ。今お前長文でやらんと、いつやんけお前。いっぱいいっぱいです今の。さっさとはよ長文でこっちへ行くよお前ちょっと原田さん次行ってください。さあ続いていきましょう。ザクザクさん、はい、原田さん先週のイザ飯イベント楽しかったです。 NHK のね、おうおうイザ飯っていう番組 の、はい、あのイベントがありまして、原田さんの横顔ってコウさんそっくりでしたね。よイケメンと。似てる？似てないいやコウさんって誰？コウさんっていうコウ何だっけ？コウなんてなんとか鉄っていう、はい、なんかその料理評論家の人がいはんねん。でもその人はほんまに NHK しか出たはらへんねん。ほうほうほう。だから見てる人しか分からへんねんけど、もうすごい人気のイケメンでイクメンで、ほんで料理がすごい詳しいっていう人で、めっちゃ男前やねん。その人の横顔に似てるって言って。あそういう人がいるね。ザクザクさんが言うてくれはったら、昭和生の今の冷たい似てへんですよ、はいうん、いやだってめっちゃイケメンやったもん。背も高くて、うんでその料理もねもちろんできるし、ほんでユーモアもね あるし、めっちゃええ人やって。そうそうそう。それと原田くんでしょ、うん、うん、全然似てない冷た俺の評価低く、うん自転車少年スクーターさん、はい、バンチャって一言です。はい、はい、こちらウーパーさんから、今日受験の発表会受かっていたので安心してラジオ聞いています。原田さんのおかげやと。うん、続いてメルヘン沖縄さん、楽しい時間にこんばんはと。以上です。はい、猫、ね、パパさん、やった優勝しました。あれかね、大喜利の人やね。住所と名前掲載してなかったので再送しましたということで、あの、はい、ステッカーお待ち、待ってますということで、これで送ってあげてください。はい、こちらおしんこさんから、マックスの皆さんこんにちは。今年賀はがきの残りを利用して、うん、好きな DJ ランキングのはがきを書いています、うん、今回は戦国さん、ファミレスさん、みずきちゃんの連名で書けばいいんですね。はい、投票結果が楽しみですと、うん、あとファミレスさん缶詰ライブ楽しかったです。皆さん面白かったけどやっぱりファミレスさんが一番でした。ハッピーターンと。 ありがとうございます。続いてこちら、妄想部副部長さん、あかん、エロい妄想が止まらん奥田さんどうしたらいいゴリゴリの人でしたねこの人、お店行ってください。こ
こたつ猫のおみやさん、今日も楽しい放送よろしくお願いします。頑張れ。絶対そんな人ちゃうわ。こたつ猫言うてんの。海坊主さんから、皆さんお疲れ様です。番組冒頭の貴重な時間に案内なくカッパの話題ありがとうございました。何の手もいまいし帽子も取っていないのによくラジオネームわかりましたね。先週覚えがないとか言っていたのにやっぱりしもちゃんさすがやば。チュッ出た。チュッチュやってるやん。あの人がゴリゴリでしたね。どうやらゴリ、海坊主さんゴリゴリでした。レディオマックスの関係者でどんだけそっちおんねん。多すぎるやろ。続いて弟母ちゃんさん、マックスの貢ぎ物が足りんか、でもドラえもんは楽しい。こちら、彦根のマイボーイさん、ファミレスさん、11日の日曜日我が社のイベント来てください。服部さんに言えばいいですか。お待ちしてますってことで。3月かなこれな。3月のことかな。3月11日俺ら東京の仕事入ってんねん。うせやん、ま、何それ。東京でなんか漫才するイベントがあるね。大阪の漫才を向こうでやるっていう。へえ、そんなん入ってんの俺ら。うん、3月11日。知らんわ。うん、だからごめんなさい無理です。また別の日で提案していただければ、はい、よろしくお願いします。何とかしますんで、はい、お願いします。はい、この後6時台引き続き紹介していきます。